さあ、ということで今日は生まれたて令和記念の生放送ということでメール募集します。放送内容はいつも通りですけれどもメールは生で募集しておく。それがね、醍醐味ですから。番組を聞いての感想、あと平成の反省点と令和の目標。いいですよ。送ってください。いいんじゃないですか、そういうのも。受付メールアドレスはすべてこの字で dcg.tbs.co.jp です。 さあ、それではここで一曲いきましょう。おなんだろ ?TBS ラジオ、令和一発目を飾るのは、まあ、この曲しかないでしょう。なるほど、いっちゃいましょう皆さん、令和もぶち上げていきましょう。お願いします。村松徳一で、イノセントレイン。お聞きいただいたのは、村松徳一で、イノセントレインでした。<laughs> はい、謝れ。<laughs> ちゃんと謝れ。いや、<く>最高じゃないですか、これすごく良くないふり。いやいやいや、イノセントレインですよ。 今雨降ってるし、礼は一発目。あ、礼は一発目。まあまあまあ、順、順な雨だね。確かにね。それが本当、勝ちにはまりました。確かにね。確かにそう。じゃあ、はい、謝って。俺も何も言えないいや、その、そのノリじゃない。そのノリでも言えないです。いや、でもね、ぶち上がりましたから。村、村松特一。

<laughs> い,やい,やいやこれ今,今こ,れこれだからそうだよイノセントレインね始まってすぐのね今死として雨が降ってますけど非常にイノセントなねレインでございますからえーメールが届いておりますラジオネームめっちゃデートしたい生放送だなんて最悪の令和の幕開けですほら本当に申し訳ないわごめんなさい俺の努力が足りなかったかな終ってだから思想家が増えていくんだ やばい<の>集団が集まるんだよカルト <laughs> 令和初のカルト集団 <laughs> ラジオ生放送反対派 <laughs> 地下組織だよ申し訳ないほ当に <laughs> ほらなこうやって増えてきちゃう気をつけて生放送の醍ゴ味でございますからす、はい、さあここで NHK 民放連共同ラジオキャンペーンからのお知らせです令和初の告知となります えー、今年の2月3月にお送りしていた NHK と民放ラジオ101曲がタッグを組んで、えー、SNS のハッシュタグを使ったハッシュタグこのラジオがやばいキャンペーンこちらたくさんのご参加ありがとうございました。え、そのハッシュタグこのラジオがやばいを受けてとんでもない大型ラジオ特番の放送が決定しました。<ー>そう <laughs> <laughs> ああ そう、そうそ、2二回,二回です。ツアはい。えー、その名も、今日は一日民放ラジオ番組残媒。ハッシュタグ、このラジオがやばい、うん、でございます。うん、NHK の特設スタジオに全国のラジオパーソナリティが集結する大型ラジオ特番になります。ヒーヒーヒーはい、チェンジ。出てて。<笑><笑>ゆっくり言い方出てて。<laughs> 見たけりゃ見けって。<laughs> 外で。<laughs> いや、これでもすごいことですよ、ほんとに。いね。本当すごい。全国のラジオオールスターが一堂に返すわけですから。なかなかないよね。言ったらドリームチーム。92年バルセルマ。<laughs> 代表スコティ・ピッペンやば、最高最強ク・レ・最強チーム。パトリック・ユーイング、最強チーム。チャールズ・バークレンバクレンもいたわ。最高。最高、豚キムチね。懐かしいな。いや、すごいことですよ。これ、本当すごいわ。俺、ピッペンがいいな。うん？俺、ピッペン。はい、だめ。俺、ピッペン。うわ、ずるじゃあ、決めます、ピッペン。ダメじゃん。そペンなのちょっと決めましょうに集まるやつがみんな俺ピッペンってう。え、あの俺、ピッペンがいいな。絶対、ピッペンがいい。 どっちがいいですかえ、ちょっと他のようにしてくださいよ。俺ピッペン。お前だから。やだ、俺ピッペンがいい。絶対やだ、俺ピッペン。チャールズ・バークレーでいいじゃん。やだ、俺はピッペンやりたい。絶対に。絶対やる、俺ピッペン。ピッペンうん。俺ピッペンやる。いっぱいやりたい冗談も冗談ー子さん冗談冗談残ってた。俺冗談俺冗談なんだっけえっと、あ、そうだ、告知だ。えっとね、 放送日時がね、5月6日、うん、月曜日の夜となっております。<ら>これ全体では6時間ある番組なんですけども、ね、TBS ラジオでは19時から21時の放送となります。うん、総合司会はお笑いコンビの三四郎、そして NHK の千葉みのりアナウンサーでございます。うん、総合司会、我々アルカウントピースは断りました。あ、断ってます。オファーりました。ーーた一番最初に来て、 だから、その次の次ぐらいに三四郎が声かけられたんじゃよね <laughs> 俺らの次に誰かがあったんですか誰かあって、それも断って三四郎あたりなんじゃね誰なんだろう、俺らの誰間、誰だろう三四郎の間 <laughs> おいら総合司会なんてからじゃないからさた <laughs> <laughs> さんがいるたけしさんレイヤー2発目のモノマネポイントでさ、いれば <laughs> いや、今の、なんでもないですよ <laughs> 俺もやりたい俺もやりたい <laughs> あの、おいらさ、あの、<laughs> クジラ屋生きてえなおめぇもか、おいらもだよ。クジラ屋で飲みてよ。行こうホホ。ホッピー飲みてホッピー。かホッピー飲みてホッピーを飲むのが自由だが、あと5秒で車に乗る。ジェイソン。ジェイソンステータジェイソンーンそっちが何やろうがこっちはジェイソン。それで成立。進めてください、やって。怒られちゃった。怒られちゃった。 全然すまない。えっとね、ええ。ただ、ああ、そこしか言われ、断りましたが、出演はいたします。出演するんですね。俺が出ないのはおかしいですからね。出ないわけにはいかない。確かに。そこまで尖ってない。ラジオに感謝してる。ラジオによって生きてる。だから出ます。出る。出演するのはですね、19時台の、え、ハッシュタグ、このお笑いラジオがやばいという時間でございます。三四郎と下�降り明星と一緒にお笑いラジオを語らせていただきます。やばいじゃん。 降りでしょ粗品いいんじゃん粗品やばいよやべえなおもらししちゃうよ俺らはすごすぎてでも「あこいつおもらしした」って言うのはなしにしようお互いお互いねそう粛々とお互いおもらししても粗品にビビってし々とやろう粗品怖えな怖いよ怖いなおっかないからなほんとおっもなかがんか持っていこうさ粗品 ということでねさあということで詳しい放送内容や各局の <laughs> ひどいね <laughs>、えー、詳しい放送内容 <laughs> 各局の放送時間は「<laughs> ハッシュタグこのラジオがヤバい」の特設ホームページをチェックしてみてください <laughs> アルバムピース DC ガレージ PC ガレージアルコビーズの坂井健太です平子祐希です赤坂の TBS ラジオから生放送でお送りしております、はいえー、メールが届いております、はい、京都府ラジオネームウイローちゃんうわイノセントレインじゃん激アツ胸アツばんは寝られませんね <laughs> <laughs> はい、デキン <laughs> 刺さってるな令和初のデキンが出ましたよダメだ本当に 思想家ばっかりだよ、刺さってねえんだよ。刺さってないもおかしい。刺さってる。ちらおかしい。刺さりました。残念。え、あ、テーマメールも届いておりますよ。ね、平成でダメだったと令和で何がしたいかとかね、目標の部分。ラジオネーム、マディッソン。僕は平成で、漫画のキングダムを読んでいないことをバカにされ、つまらない人間のレッテルを貼られ、悔しい思いをしました。なので、令和の僕は、 キングダム元年として、自分の玉金を王宮と捉え、右金玉に宇竜、左金玉に左竜と墨を入れたいと思います。宇竜と左竜の真ん中に、光互とそびえる生臭い一物。それが令和に生まれし、後の始皇帝なのである。 じゃねえうりゅうもュ竜もキングダムいないでしょいないよねいそうだけどいないよひどいなイメージでやってんじゃんキングダムおめえのだけだよ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 おめえのだえ 僕の姉は5月1日、令和元年の初日に入籍をする予定だそうです。姉は慶応卒で商社に入るバリバリの OL で、<ん>彼氏は起業家という家族、<ら>家族でも自慢の結婚です。いいそ,そんな遺伝子を受け継いだ弟の僕は、先ほど、彼女なら彼氏のチンポを当ててみろ。外れ余ったなしの即ハメ屈辱ファックという AV に出ていた、チンポ C 役のチンポと、 自分のチンポが売り二つであることに驚き、自分のチンポを見て、テレビのチンポを見て、自分のチンポを見て、テレビのチンポを見てを繰り返し、鍛えられた筋肉で首が電柱のように太くなる。波のマフラーでは一周分巻くこともままならない体型になりました。うん、T シャツが脱げません。令和からは努力で結果を示すことを諦め、嘘で 気を引く人生をやめたいですやだ何にもかんねえじゃん令和になってもこいつらひどくなってるひどくなってんじゃんひどくなってるあ切り捨てていこう捨ててきたつもりなんだけど平成についてきちゃうんだよダメだつでり地獄のガキのお前の糸で俺ら俺上登りたいっつってなる コンスタンティン。おえおえ。いやすごいわ。怖いよハンクたまらないね。あじゃあまあ令和初のフリートークですか。あまあまあまあそうなりますかね。うん。平子さんによるフリートークです。どうぞ。えいやでも殺すよ。こんな人なかった。殺の初殺人者になってもいいから。お縄でもいいよ。 やるよ。もう <laughs> そんなこと言うなら。<laughs> できるかも。ね、そんな。さあ、ということで、今日は生まれたて令和記念の生放送ということで。